向山さん、向山さん、向山さん、お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。何、夜勤お疲れ様ですね。夜勤いや、まあ、はい。何、夜勤じゃないけど。あ、そうですか。お疲れ様ですね。お疲れ様。昨日グランパスの結果、あ、そうや、忘れてましたよね。いや、忘れて、どうだったんですか。忘れたわけではないけど、はい、ちょっとそのなんかもう知らない間に寝てたみたいな。ああ、そうだったんですか。うん、結果知ってます。え、結果自体は。うん、知ってるんですか。うん、どんな感じでした。21。昨日21でした。21、永井亮と、はい、シモビッチの得点で、はい、得点で21で、21で勝利。勝利。おお、なじで違うの。41じゃなかったですか。41、21でしたっけ。さっき僕見たら41って感じなんですけど、41です。41で勝ちました。これで、はい、何位。これ今2位でしたっけ。これで2位。確か2位ですよね、今グランパス。これ確か、あ、2位。はい、そっか、1位は。そこまで見て、僕そんなグランパスあ、興味ないもんで。ですね、はい、僕そんな興味ない。パパって一瞬5秒見ただけですから。よっしゃ、2位。あ、ダメだ。やりました。これで、来週京都参加戦楽しみです。ちょっとね、行きたいんですけど、トゥーリオとかに恩返し団食らいそうなんで迷ってます。終わり。